はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ツレゴルフのインストラクターの吉川です。ツルッピーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では本日はですね、ツルッピーがねちょっとレッスンをしてほしいと依頼がありまして、ここに来ました。どうしたんですか、ね、ツルッピー。突然なんかスライスばっかり出るようになっちゃって、はい、ドライバーが。おー、なるほどなるほど。今までそんなことあんまなかったんですけど、はい、もう何が悪いのかわからなくて。なるほど、はい、そうですね、ツルッピーねドライバーが調子いいと聞いてたんですよ。一番うまいクラブだとけど、スライスが出ると。はい、なるほど。それでしたら視聴者の皆様も100切りの方ですね、対象になってくると思います。今回スライスのレッスンをさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。助けてくださいよ、本当に。任せてください。あ、うん、ちょっとスライス、これはもう完全にあの森の方に消えていくやつですね、これ。そうですね、なかなか危ない球ですね、これは。これ大体あの一発目に出るんですよね。ではレッスン参りましょう。ちなみにボールが右にバーッと行ってしまいました、はいはい、なぜ右に行ったでしょう。それはやっぱりこうクラブが開いて入ってきてるんじゃないですか。いや、もう大正解です。そうですよね、大正解です。視聴者の皆さんも覚えていただきたいポイントなんですけれども、球がスライスしていた時っていうのは基本ほとんどの方がフェースが開いて当たって球がバーッと右に行くという方が100切りの方にはものすごく多いので、ちょっとフェースを閉じていただくように、多少フックがかかってもいいのでちょっとドローを打っていただきたいと思います。ではまず握り方、構え方がまず一番大事になってきますので、それをまずレッスンしていきます。これあの初心者の方、スライス出る方すごく多い握り方なので、まず左手ですね、今手の甲が打つ方向に向いてます。それをもう少しひねっていただいて、あこのやつですね、はい、それに合わせて右でも少しだけ、はい、そっち側に回していただきましょう、はい、でもこれって余計こう開きそうな気がするんですけど、これがねフックグリップと言われてます。逆にフェースが閉じます。こういう風に構えていただく、左手の甲を上向ける、右の手のひらを下向ける。人間というのはこう手をまっすぐに持っていきたがるので、そうするとフェース面がちょっとこういう風に、手のひらがターゲットに対してまっすぐなっていくとフェース面がちょっと閉じます。フェースが開いて当たってしまっている方っていうのはこの握り方をできるようにお願いします。その次2位なんですけども、インパクトの瞬間にこのように当たってます。左手の甲が上向いて当たっちゃってます、はい、インパクトの瞬間スライス出る方は特にできる限りこういう風に手の甲をターゲット向けれるようにバックスイング上げていってダウンスイングに来ます。この時に左手の甲が上向いて当たるとスライスしやすくなりますので、それをこうできるようにという2点を気をつけて打っていただきましょう。わかりました。おー、 OK です、 OK です。めちゃくちゃ左行きます。左行くの大丈夫ですか、これ。これをあとは調整していただきます。なるほど。例えば握ってる角度を少し緩めていただくとか、はい、今やっていただいたこのローテーションの動き、これを少し弱めるとかっていうのをしていただいて調整をしてほしいです。思ったより返ってるなっていうのが打ってる時に分かりましたね。おー、いいことですね、はい、あとはそれをツルピーが練習で調節すると、どのぐらいがちょうどいいのかなと。なるほど。ではツルッピー今いい感じで捕まってます。距離もそこそこ出てます。確かに。ただ先ほどみたいなスライスではないんですが、ちょっと左に出ておられるので、ちょっとここで一つ、今まっすぐ狙っていただいてますが、この的だとこの辺がまっすぐになるんですけれども、はい、ちょっと右この辺りにボールをうじらすイメージで振ってあげてください。怖すぎる、ちょっとスライサーの方はめちゃくちゃ怖いと思います。この右に振るって何を右に合わせたらいいんですか。肩のラインをまっすぐ構えるというよりも右肩少し引いていただいて、左肩を前に出していただいて、足はまっすぐで OK です。上半身だけ少し角度をつけていただいて。大丈夫ですか、こんなことしちゃって。はい、大丈夫です、行きましょう。はい、ツルピーまだ左出てますね。え、今出てるのも左ですか。はい、打ち出しも左ですね、少し。球は捕まってるので距離はね、さっきと全然違う距離出てます。確かに距離がそもそも変わっちゃいましたね、これで。そうですね、もっとちょっと大げさにやった方が。そうですね、もっと大げさにいきましょう。ツルピー、ここで一つ道具を置きます。皆さんもツルピーみたいに球は捕まってるんだけれども、ちょっとターゲットよりも左に出て左に曲がってる場合、こういうアイアンかスティック棒とかでもいいので、まっすぐになってる棒を一つご用意してください。それをだいたいこの辺りにこういう風に置きます。手前でいいんですか、足の上前じゃなくて、はい
はい、この辺置くとねクラブが当たってしまうかもしれないんで、だいたいスタンスとボールの真ん中あたりにこういう風に棒を置いてあげてください。まっすぐ棒を置くというよりかは少し斜めに置いていただくように。ツルピー、この棒と平行になるようにクラブを振ってあげてください。難しいこと言いますね。難しくないです、ツルピーならできますよなるほど、ちょっとやってみますね。はい、ちょっと難しいますよ、ちょっとこれってことがいいです、練習です、練習です、はい、今のスライスの動きを変えようと思うとね、ちょっとこういう調整は必要ですので、ちょっと副回転きついので、はい、もう少しだけグリップ緩めていただいて、なるほど、先ほどのローテーション腕を回していく動きも少し少なくして、はい、おー、ナイスショット、ありがとうございます。いい球出ましたね。しかもちょっとね、まっすぐだけどちょっと気持ちドローみたいな。ナイスショットです。もう最高じゃないですか今の球。ヘッドスピードも上がりましたし、距離もなんか良くなってる気がします。いい感じですね、ナイスショットです。やったぜ。このスイングを自分のものにするということが必要になります。例えば今のツルピーみたいに球を捕まえていきたいなといった場合、一発でいい球を打つっていうのは正直なかなか難しいと思います。今ツルピーも何球か打っていただいて、やっといい球が出たということなんですけども、いい球が出るまで練習し続けていただくと。というので、最後もう一発いい球出て終わりにさせていただきましょう。終われるんですかそれ。はい、終わりましょう。お、まあまあいいじゃないですか。おお、いや、めちゃくちゃ面白いなりました。今日一番の球出ましたね、素晴らしい、ナイスショット。自分じゃないみたい今のはめちゃくちゃいい球出ましたね、はい、普段225までいきますかね普段。いや、なかなかいかないですけどね、一番良くてそのぐらいなんで。いや、ナイスショットで、しかもドローでね、いいショット打てました。もうドローヒッターって言います。はい、お願いします。ドローヒッターです。じゃあツルッピー、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。では今回はね、ツルッピーがスライスが突然出てしまうということでレッスンさせていただきました。普段私の方でもスライス出る方ですね、まず左に曲がってもいいのでフックを打っていただいて、そのフックを徐々にまっすぐ身に持っていけるようにということでレッスンさせていただきました。ツルッピーもこれからね、ドローヒッターと言えるんじゃないかなと思います。いや、もう飛距離も伸びましたし、もう最高ですよ。今日1日で治りましたね。そうです、客切りの方でもスライス出てる方ね、すごく多いと思いますので、今回のようにグリップを修正したり練習器具を使っていただいたりして、いい球を打っていけるようにね、していただきたいと思います。頑張ります。